1ポジメ、はい、ポジメ期18年スーパーポジティティーチャー福井でございます。さあ今日の話なんですけども、今日はですね、昨日来ていただいた経営者の方がですね、教えてくれたことというのをですね、お話をしたいと思います。まあ、結論から言うとですね、その方もうおそらくですね、相当な数の社員数を抱える大社長の方と、特にね、どんな会社で、何人ぐらいの規模かっていうのは聞いてないんですけども、話した感じ、雰囲気、オーラ、全て佇まい全てをね見て、おそらくその方はですね、一部上場の、まあ、会社の社長なんじゃないかなと思うんですけども、まあ、その方がですね、昨日初めて来てくださって、で、その人が言った言葉がですね、僕実はウォルト・ディズニーがすごく好きで、こういう言葉が好きなんですよ。どんな言葉なんですかって聞いたら、ディズニーランドはまだ作り途中だっていう言葉なんですよ。で、一緒に連れてきてくださったお客様がですね、女性の方なんですけど、だってディズニーランド出来上がってるじゃんって言ったんですよ。で、その社長の方はですね、いや違うんだよと、ディズニーランドは常に完成しないんだ、もっと良くなれる、もっと良くなれるって言って、ずっと作り続けているのがディズニーランドで、それは一生完成しないんだ。完成した時点で、あとはもう衰退しかないんだ。完成をしない、もっと良くしよう、もっと良くしようと作り続けていることが、僕ら人間にもものすごく大切なことなんだ。っていうことをですね、その方は言ってくださいました。まさにね、その通りだと思います。僕もですね、今の自分の状態が満足している完成形だとは一切思っておりません。まだまだ未熟だし、まだまだできないこといっぱいあるし、まだまだ勉強不足だし、でも、ちょっとでもね、良くなろうって思うから、勉強したり、運動したり、食生活をしっかりとしたりですね、睡眠をしっかりとったりっていう風にね、どん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 良くしよう。このポジティブ居酒屋もそうですよね。もっとお客様を喜ぶためには、どういうアプローチで最初に来たお客様に伝えればいいのかなとか、説明もこういう風に伝えたらもっと分かってくれるんじゃないかなとか、せっかく来ていただいたんだったら どうやればその方は満足してもらえるのかなっていう考え方っていうのは終わりがないですよね。人の数だけね、その人が感動するポイントも違うわけなので、まあそれをね、これこういう型で、これが形ですって言っても、それは人それぞれ受け取り方も違うし、まあその中でどうアジャストしていくか、どうその人に満足してもらうために僕ができるのかっていうのを考えて行動することこそね、僕はすごく大切なことだと思うし、その社長の方がですね、ディズニーランドまだ作り途中だという、そのウォルト・ディズニーの言葉がすごく響いて、今 僕はこういう話をしているんだよ。だけどね、僕は毎日社員の人に20年間こういういろんな名言だったり言葉だったり、いい何かしらの名言みたいなものを伝えてるんです。それは社員の方もそう、お客様にもそう、そういうのをどん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 伝えていっているから、もしかしたら今長く自分の会社が持ってるのかもしれないし、自分がもっともっと学んで、自分がもっともっと人として起業家として、成長していくことが、今いる社員の方々、今いるお客様全てに幸せになる、すごく大切なことなんだよっていうことがですね、言ってくださっておりまして、僕もそれは本当にその通りだなと思っております。そんなね、昨日来てくださったどこの会社の社長なのかも全然わからないですけども、まあ、その方のね、すごく優しい、そして静かな、ゆったりとした口調のその言葉が、すごくね、きっとこの毎日ポジを見てる人たちにもね、何かしらプラスになるようなことなんじゃないかなと思ったんで、今日はですね、昨日来ていただいたその方から、その社長の方から聞いたですね、ウォルト・ディズニーの、ディズニーランドはまだ作り途中だという話を今日はさせていただきました。ということで、以上、毎日、ポジティブ！ご視聴ありがとうございました。